ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年6月の10日土曜日です。昨夜カープやりましたね。怒涛の4連勝ですね。勢いがついてきましたね。そしてそれを演出してくれたのは床田投手様、やりましたね。なんとこれ床田選手はですね、8回を101球投げて4安打、4三振1四球で1失点、5勝目をつかみましたね。いや、8回で1失点ですからね、これはよく投げましたね。まあ、今季最長投手ですね、8回投げたのは。そんな形で、8回を1点で抑え、そして最後締めはまた矢崎が締めてですね、まあ、3対2、ロッテに3対2で勝ちました。まあ、1点差ですから痺れるような試合でしたね。これはZUZUマリンスタジアムに乗り込んでの試合ですからね、これは大きいですね。そしてまあここに来て、西川さすがですよね。粘りとの芸術的なバッティングで、昨日も2敵地だというんですから、これがやっぱり力になりますね。そしてもう一つはですね、やはり野間が出てきましたね。昨日も今季初の猛打賞とね。いやー、この数試合トントンと上がってきましたね、野間の。まあ、高走手というこの野間が出てきたのはカープの勢いをどんどんとつけてくれますね。いや、そしてなんとこのカープを見てみますとですね、まあ、カープはこの数年は走らないというカープ、高橋慶彦が出た時はもう走ってカープはもう足の機動力の野球がガンガンいきましたが、このところピタッと収まったというよりもどん底に落ち込んだんですね。そして昨日の記録を見てみますとですね、7回、ワンアウト1塁で1塁走者の野間が2塁に盗塁に成功したんですね。野間走りますね、足もあります。それが56試合目で、チームの盗塁数は昨年期に比べ26、直後に単打で生還するなどって書いてあるんですが、56試合目でチーム盗塁数はさっきに並ぶ26というんですが、去年は1年間で26試合しなかった。それはもう今の試合で26盗塁したんですね。いやー、これはやはり機動力があるというのは、相手のピッチャーいつも動揺させますからね、これは大きいですよ。やっぱり機動力のある時にカープはやっぱり強く優勝してたんですね。今回はその機動力が戻ってきたというのが、これが心強いですね。そしてピッチャーでは、まあ床田が3番もう負傷明けで今年いきなり5勝ですからね。いやー、立派ですね。あの負傷の時のこの期間を有効に使って、体も作りも精神も鍛えたんでしょうね。そして西川は打つ、野間は打つという、坂倉もだんだん上がってくるという、いや、カープ、いよいよこの黄金時代に培ったあの力のように、新井新監督が今からますます上昇してます。新井監督、頑張れカープ、頑張れ。